はい、ちょっと車に戻って、これ、マービック2プロの、マイクロ SD カード。入れて、カシミール 3D のデジカメツールプラグインでちゃんと写真が撮影できたかどうかを、点検するわけですが、ああ、これね、言っとこうかな。この地銀地図はね、古い輪道の線形が来てね、赤が今の新しい輪道の線形でね、全然地銀の地図はね、線形が変わっても更新されてなくてね、デタラメなんですよ。こういうのがね、何箇所もあってね、ほんと困るんです。デジカメプラグイン。デデボーイ。あれ。ブラウザ起動ね。ブラウザ起動で、ちょっとこれ。ここがね、なんかバグかしらんけどね、いつもね、この横丁をね、ちょっといじると、で、この中の、USB じゃなくて SD カード。あ、これデスクトップになってるからな。PC の下のマイクロ SD 128GB、DCIM、100メディア。ここにさっき撮ったやつが、ここにちゃんとこうやって、ここに、ぐじゅぐじゅぐじゅっと表示されたので、まあ写真はちゃんと写ってるんだと思いますね。で、これをちょっと拡大すると、これは一応オフラインの地図なんで、ここネットがないんですけど、ネットがないのはこれね、モバイルルーター、車の中に置いてあるんですが、ネットがないので、これはオフライン地図なんですが、まあ一応こうやって、のり面に、写真がちゃんと、こう順番に出てくるので、何枚あるのかな、これ。枚数はわからんけど。ここに、エグゼフ情報付きの写真がこうやって、ぐじゅ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 っと、まあ表示されてるので写真は撮れてるだろうと。まあこれをだからメタシープにかけたらどうなるかっていう話なんですが、何枚あるのかは、どこで見ればいいのかな。わからんね。パッと見何枚って出ればいいんだけど。まあ、これちっちゃくしてエクスプローラーで、このマイクロ SD の DCIM100 メディア。64枚ですね、ここに。ここに。64個ってあるので、まあ64枚ってなんか2のべき乗でちょうど君のいい数字になった。ということで、あ、そうか。あと動画がさっき言いました。動画が撮れてるかどうか。動画もね、スイッチ入れて、撮影開始したつもりがね、飛び終わって戻ってきてから、あ、録画のスイッチ入れるの忘れたってね、よくあるパターンなんで。MP4。こっち来て、ああ、ダメだ。MP42 つあるんで、取れてると思うんだけど、あ、この3671のこっちの方だ。
なかなか離陸しないけど、うん、プロペラ回ってるんで、うん、上がった上がった、はい、うん、あ、一応ちゃんと動画も撮れてそうなんで、今日はもうこれで目的を、1回目としては目的を達したので撤収しましょう。はい、という感じです。